エリカ・ミランダはブラジルのブラジリア出身の柔道選手。階級は5 2ラム級。身長1 6 2トル。初段。柔道は12歳の時に始めた。2007年に地元で開催された世界選手権では5位となった。続くプレオリンピック大会では優勝を飾った。しかし、北京オリンピックには国内予選で敗れて出場できなかった。 2010年の世界選手権でも5位となった。2011年にはグランドスラムリオデジャネイロで優勝すると、2012年にはパンナム選手権とグランドスラムモスクワでも優勝を飾った。しかし、2012年ロンドンオリンピックでは初戦で韓国の金慶玉に敗れた。続いて地元で開催された世界団体では3位となった。 2013年には地元のリオデジャネイロで開催された世界選手権で決勝まで進むもコスボのマイリンダ・ケルメンディに合わせ技で一本負けを喫して2位にとどまった2014年の世界選手権では3位だった2015年のパンアメリカン競技大会では優勝した世界選手権では準決勝で中村美里と対戦すると指導にでリードしながら終了直前に 技ありで敗れて3位にとどまった。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、準々決勝で敗れると、その後の3位決定戦でも中村に、有効で敗れて5位にとどまった。2017年の世界選手権では準々決勝で、角田夏美に、トモエ投げで敗れるも、その後の3位決定戦でケルメンディを、技ありで破って3位になった。二千十八年九月の世界選手権では、 準決勝でし,しめ目いに技ありで破れるも3位決定戦で同じブラジルのジェシカ・ペレイラを総襟絞りで破って3位になった。10月には現役引退を表明した。ありがとうございます。